ローカルプライムをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。カンナとせいちゃんです。はい、本日もですね、ローカルプライムの編集部さんから指令書をいただきましたので、はい、今日はこの2人でね、ミッションに挑戦していきたいと思います。でね、あ、いけるかな。ミッション、星の占いを調査体験せよ。占い。兵庫県佐用町にある星の道場、上皇寺へ迎え、今年の自分を振り返れ。振り返れ。で、書いてる。もう12月半分ですか、ね。半分を切った。あ、マジか。もう終わりですよ。そういうことだ。12月を。占い。2022年も終わりということで。姫路からさ、佐用やったらどれぐらいかかるんやろ、車で。1時間ちょいぐらいですかね。上皇寺へ迎えとあるので、はいはい、とりあえずじゃあ佐用町行ってみますか。行きますか。じゃあいつものあれやるか。よし、せーの、出発。多分55分はい、約1時間弱ですかね。よし、出発を進行。進行。ナスのなんだっけ、なんとか漬け。はい、姫路南の方から行きまして、はいはい、姫路バイパス。姫路バイパス乗ります。乗ります。イエイ。きっとそう。あ、はい、というわけで上皇寺さん到着しました。星の道場上皇寺。おー、占いって書いてるわ。すごい。楽しみになってきた。なんか日上がってんねんけど。日が上がってます。こんにちは。これって今何されてたんですか。今ですね、ごまという真言密教の儀式を、こちらで、行っておりました。ご存知ですか、ごま。わからないです。です初めて聞きました。妙見菩薩と言うんですけども、実は星の神様なんですよ。で、なおかつ、妙見尊上王と書いてあるように、星の王様なわけです。で、北極星って天の中心に輝くんです。知ってますか、なので、星の王様なんです。それを、いわゆるお祭りしている御堂が、このごま堂。で、ちょっと見てもらえる？上に、星マンダラというのを掲げてあって、よく見ると、その蟹座の蟹があったりね、獅子座とか、獅子がいたりとか、わかりますか？今日お越しになった一つの、先生室の鑑定ね、はい。それが、いわゆる星マンダラに掲げてある、描かれている、その28色、まあ、その中から27色の星を皆さんの生年月日から割り出して、でその人の、強い部分、弱い部分を、ね、見ていくというのがここでやる先生になります。おー、だから星の道場って言ってるんですね。そういうことか、占いついにもうすぐ始まりますが、緊張ドキドキ。私は占い好きやもんな。結構ガチです。結構ガチですけど、結構ネットでどこがいいか調べてくれたから。わかるわかるわかる。でもなんかやっぱそのさ、行く勇気とかさ、なかなかできへん。どこがいいとかわからへんし、ね、これ対面でしてもらえるのって初めてなので、ドキドキしております。楽しい。私は副住職の、上皇寺の副住職の柏本鶴竜と申します。鶴竜さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、そしてお二人は、
はい、ヤギカンナです。ヤギカンナさんとカヤノフーカです。カヤノフーカさんですね。はい、はじめまして、よろしくお願いいたします。お願いします。占いとかは今までしたりとかすることはあの、ずっと二人とも気にはなってて、うん、占いがすごい好きなので、うん、行ってみたいなとは思ってたんですけど、はいはいはい、なかなかその直接、うん、行く機会っていうのがなかなかなかったりとか、ねうん、仏教系の占いでも少ないしね。うん、うん、確かにあまり聞いたことない。タロット占いとかしか、うん、なくて弘法大師空海上には知っておられますか。弘法大師空海、空海さんは聞いたことあります、うん、聞いたことある程度、あの日本史の勉強で、うん、ね、できたな。高野さんは、高野さんも聞いたことあります。あ、行ったことない。行ったことはないですね。弘法大師空海という方は、まあ、高野さんを、開いた方なんですけども、その当時の、都京都から中国に渡って真言密教とかね、当時の文化とかですね、いろんな土木技術とかいろんなものを持って帰ってきてる、ね、その中にこういう経典類がたくさんあるんですけども、うん、宿養経という経典があって、持って帰った経典の中に一つこういったものがあるんです、うん、宿養経ね、はい、お釈迦様なんですけど、宿命通ね、宿命通、人の宿命を見ることができたっていうんです、うん、でも我々凡人はそこまでできませんので、代わって文殊菩薩がこの経典を解いて、神通力を持ち合わせてない我々のために解いた経典がこの宿養経、そして我々の、未来予測をしていく、ね、強いところ弱いところを見ていく、得意とするものを見ていくというのがこの宿養経、文殊菩薩が我々のために解いた経典です、うんうん、まあ、これをね全部旧暦に直しました、お二人。なので、カンナさんは9月6日生まれって旧暦で、スーカさんは3月3日。ひな祭りに、ひな祭りに、本当にひな祭りに生まれてます。へー、ね、そういうふうに見ます。で、そして、まず最初に、ここの生年月日に直したところから、本名宿、ね、本名宿っていうものを割り出します。で、カンナさんは都宿の生まれ。で、スーカさんは、これちょっと難しい、筆っていう字なので筆宿って言われます。これがいわゆるお二人の星になります。ここにね、実はその星の中に動物が隠れてるんです。ほー、そうそう、これはカラス読めるよね。こっちはちょっと難しい、貝と言われる、まあ、空想上の動物っていうかな、その人の、まあ、心の中にある動物だと思ってくださったけど、その動物から大体ね、その人の性格みたいなのが見えてる、空想の動物。古宿の人に多いのはね、理想主義者だけども、まあ、情に薄く データなしが多いかもしれない、ね、データ、うん、まあ、宿養経に載ってるから、ね、まあ、僕が言ってるコメントじゃない、うん、私が習った戦術ではそういう風に見てるからね、うん、まあまあまあ。で、この貝、っていうのは、はい、キリンね、キリンさんが動物園にいるキリンじゃなくて、あのいわゆる空想上の、うん、ライオンみたいな、そうそうそう、獣と動物ね、成獣でありますが、まあ、凶暴で虎とか獅子を捕らえて食べると言われている、うん、すごい。だからこの人多いのはね、人と迎合しないね、ちょっと偏屈な立ちなので、まあ、あんま商売なんかうまくいかないどっちかって下手くそって、ね、下手くそですで、何かしらの、技術を体得したり、芸術においての特別な才能があれば成功しやすいですよ。だから、まあ、特別な、なんていうかな、技術ということなのか、こういう芸能関係ね、みたいな、そんなの、才能があれば成功しやすいよ。お、うん、歌ですね。また表向きはおとなしそうに見えていても、内心企み事が多くてなかなか油断ならない星でもありますよ、ね、これは必ずしも悪い悪人というわけでもないよ、はい、うん、そういう意味ではなくて、人を見る目とかね、物を見る目が鋭くて、ね、黙っていても人の動静をよく把握していて、常に身の保全を図る利口な星でもあります。へえ、周りめちゃめちゃイメージあります。で、風花さん、はい、ね、必修ね、これ落ち着きはあるけども気まじめすぎますよ、うん、うん、そう。でカラスって最もありふれた、はい、鳥じゃないですか。大衆的なものの考え方にね、追従するのが基本原則なんですけども、まあ、やっぱ独創性には欠けるんです。だからそのオリジナリティっていうのに欠けやすいので、まあ、悪くすると文字通り烏合の衆の一員となってしまいますよ。しかしカラスは基本的に利口な鳥なので失敗は少ない、うん、
口数は少ない方で常に場の雰囲気を読んで行動して周囲の出方に敏感なのが羊宿の人の特徴かな。安定志向が強いので危ない橋は渡りませんよ。無事な線を行くために人生を大きく踏み外すことは少ないよ。あと社会性や家族を重んじ、ね、大切にして良き社会人ではありますが、バランスが取れすぎて面白みに欠ける恨みがありますよ。あ、そう。だからまあ、カラスってそういった最終的なところがあるからね。うん、だから、努めて独創性や個性を養いたいね。うん、家庭では子煩悩で教育熱心、ね。不動産も比較的早くから手にすることのできる運でもあります。おおむね独立業には向いていませんよと。よほどの才能がない限りは、実力者の、まあ、実力者に従っている方が無難、うん、生真面目で自己表現はうまいと言えませんが腹芸などのできるタイプでもないと、うん、自分のなんかそういった得意とする部分かな、他の人と違っていく部分をちょっと見つけてあげて、そこを伸ばしてあげたいんじゃないかな、うん、誰かがあなたを輝かせてくれるメンバーの人でね、うん、だからまあそれぞれがやっぱお互いを認め合ってさ、うん、それであのそれぞれの個性を磨いていけばそれぞれ輝くし、だからじゃあ実際にね、この戦術するにあたってこの、先生版に2人の星を、合わせていきます。カナさんは都宿ね、本名宿が都宿なのでこの名というところを都宿に合わせてます。外に出ることね、外出や旅行を好む、また買い物を好むなどの私的生活や娯楽を楽しむことを生きがいとする人がこの買い物名宿の多かったです。はい、これで、約2時間ぐらい、はい、2人で一緒に占ってもらったんですけど、めちゃくちゃ、うんうんって言ってた。本当にありがとうございました。そしたらいつも戦術鑑定の元に、それぞれの本名宿の、星の神様をしたためた、お守りを渡してもらいます。だから自分の星を知って、自分の性格とか、ね、はい、強みを知って、まあ、弱い部分を知って、まあ、それをうまいこと伸ばしていったりとか、そして、まあ、弱い部分はそこが自分で克服するなり、他のメンバーとかいろんな人に補ってもらうなりして、まあ、みんなそれぞれが輝いていける、そんな、戦術鑑定でもればいいかなと思って、はい、ありがとうございました。はい、というわけで、はい、上皇寺さんで、ごま堂を見て、はい、占いをしてもらってきたんですけれども、はい、どうやった？なんか、ほんまに性格、ね、すごいね、いっぱい書いてくださってて、まんま、すごいなんか自分の言葉にできひん性格を文字にされたって感じでした、なんか、あ、そうそうって感じ。あ、でもやっぱいいことだけじゃなくて、やっぱりこういう部分、悪い部分ありますよねっていう話ももちろんあったし、ね、逆にそこに気づけたからこそ、これからそこを直すようにちょっと意識してみようとか、はい、新しい気づきにも慣れた占いやったなって思います。はい、まあ、いいところはさらにね、あの、伸ばしていけるようにっていうのがこの上皇寺さんの占いの特徴みたいなので、はい、私たちもそれにのっとって人生豊かにしてよ、いい人生を送っていきたいですね。いい人生をしていこうかと思いましたね。はい、というわけで、はい、ローカルプライムさんのミッション、星の占いを調査体験せよミッ